どうも大です今回は僕の好きなパラドックステセ,テセウスの船について紹介したいなというふうに思います。であのパラドックスっていうとあの例えばトロッコ問題みたいなやつありますよねとか,あのなんか全体を助けるためにそのなんか6人5人乗りの,あの,あの船にちんでしま あの6人乗り込んだら沈没するんですけど全体を助けるために自分の命を犠牲するのか、まあ、全体で見たらたくさんの命が救われるけど自分の人生で見たらあのなんか非合理的だよねみたいなそういうあのどれが正義なのどれが正解なのみたいなわからない問題のことをパラドックスっていうらしいんですけど大之助はこういうパラドックス系好きなんですよねで最近なんかあの、まあ、勉強したというか知った中で面白かったテセウスの船っていうパラドックスを紹介したいなっていうふうに思うんで皆さんも一緒に考えてみてくださいって話なんですけどテセウスの船っていうそもそもテセウスって何って話なんですけどあのギリシャ神話で テセウスっていう人がミノタウロスっていう牛と人間のハーフみたいなやつのを倒したんですよね。迷宮に、迷宮に乗り込んでね。なんかいろんな、あの、ゲームとかでもミノタウロスって名前聞いたことありますよね。その、その語源というか由来ってギリシア神,神話から出てるんですよね。で、そのテセウスがミノタウロス倒したぞという風になって凱旋帰国して、で、その、 テセウスの乗っ,て乗ってた船っていうのを記念としてなんか飾ってたみたいなんですよねその国が総出を挙げてただその船も,もう当たり前だけど木材だから老朽化するんですよでその老朽化してもう腐り始めてるやつとかをどんどん新しい材料とかにあの入れ替えていったんですよねそれから数年経ってテセウスの船はもうあの元々あった材料が全部なくなってあのちょっとずつ入れ替わって結局あの最初に使われていた材料が一切ない状態のテセウスの船が登ったんですよねこれは一体テセウスの船と呼べるのかって話なんですよ で同じようにその腐食してってどんどん腐ってってその取り替えていった古いあの元々のテセウスの船の材料あるじゃないですかそれらをもう一回組み立ててテセウスの船を作ったらこれがこれはこのもう機能としてはポンコツだけどそののもうあのリュコ骨が折れたゴーイングメリーゴンみたいになってるけどこの船のことをテセウスの船と呼ぶんでしょうかみたいな話なんですよねっていうのがテセウスの船のパラドックスなんですよ。 皆さんはどっちが本当のテセウスの船だと思いますかダヤノスケはその前者のその古いやつを新しいパーツに入れ替えて作ったあの新品のテセウスの船があの一番新しいやつかなっていう風うに思うんですよね。というのもこの現象って僕たちでも起こってるんですよ。僕たちでもってい僕たちの人体でも起こってるんですよね。その僕たちの体って新陳代謝が行われてその脂肪が燃焼されてみたいな話聞きますよね。僕たちが喋ったりとか動いたりとか考えたりとかできるのはいろんなエネルギーをあの ま、ATP っていう、あの、アデノシン三ン酸だったかないろんなエネルギーとかを使って、あの、ま、体を動かしたりとか考えたりとかしてるわけなんですよ。で、あの、ま、老廃物とかを除去してるわけなんですけど、だから、常日頃から僕たちの体の不良品だったりとか、欠陥品だったりとか、老朽化してる部分とかが新しい細胞に入れ,入れ替えられてるんですよね。で、 だいたい半年ぐらいしたら全ての細胞はその半年前から全部入れ替わってるアップデートされてるらしいんですよだから僕たちは自分自身のこといや俺は自分自身だから変わらないからっていうふうに思ってるかもしれないですけど細胞単位で見たら僕たちはもう半年前の自分とは別人になってるわけなんですよねいやこれめちゃくちゃ面白くないですかであの、まあ、テセウスの船だったらちょっとざ若干それるかもしれないですけど今後科学技術があのあの進歩してったら 3D プリンターとかってもっと一般的に普及される可能性があるんですよね 3D プリンターで、まあ、多分10年後ぐらいに実装されるかもしれないみたいないろんな未来予測の本とかに書いてあったんですけどその僕たち好きな服とか欲しい服とか、まあ、何かあのアイテムがあったら 3D プリンターでなんか自分でデザインロゴ,ロゴを変えたりとか,なんかスニーカーとかもなんか自分で色を変えたりとかして 3D プリンターからシャーっていう風になんか生成することができるようになるかもしれないらしいんですよね。でまあ、ある程度その服着着たたたたたりりりととかかスニーカーーカしししてもう飽きたりしたら 3D プリンターの中にまた押し込んでその 3D プリンター内であのそのスニーカーだったり服とかをあの材料の原子レベルまで分解してでまたあの新しい、えー、となんか T シャツを作ったりとかスニーカー作ったりとか、まあ、元の材料そのいらなくなったやつはメルカリに出したりするんじゃなくてその材料をそのなんかユニクロだっていらない服をなんかあの店舗で。 引き取ってくれるダストシュートみたいなやつあるじゃないですかそんな感じでその 3D プリンター内で分解して再生成するから、まあ、例えばあのなんだろう汚れがついたとしても一回分解して再構築したら汚れなくなりますよねみたいな洗濯の手間がいりませんよねみたいなクリーニングの手間いりませんよねみたいなことにも使えるしあの自分の,その飽きた服をその元手にして材料にして新しい自分の欲しいお気に入りのデザインの流行のデザインの服とか靴とかを作ることもできるっていうのがあの今後の 3D プリンターの技術で予想されているらしいんですよね。 でその話も聞いてなんか僕テセウスの船と似てるなっていう風にちょっと思っちゃったんですよねその汚れたあの T シャツを1回分解して再構築して同じやつを作ったとしてもそれって同じ T シャツって言えるのみたいなのあるじゃないですかとかあの漫画でも僕のヒーローアカデミアの敵であの誰だっけちょっと忘れたんですけどヤクザ集団と戦ってる時にヤクザのボスがヤクザのボスがあの めっちゃ強いんですけど、能力もめっちゃ強いんですよね。あの、ものを全て分解して再構築するっていう能力なんですよ。で、まあ、地形を変えたりとか、あの、するんですけど、他にも、その、自分の部下と自分ごとを消し飛ばして再構築して、3人分の、なんか、ガだったりとか、腕を増やしたりとか、あの、強さを,を作ったりとかしてたんですよね。誰だっけあいつ、木崎だっけ江崎だっけちょっと忘れちゃったんですけど。 あの,あの能力もあれで分解してもう一回構築とかあのなんだろうあの部下への見せしめというか、まああのまあ、部下の中でも反発持ってるやつが武闘派のやつがいてそのボスに向かってあの立ち向かった時に一回消し飛ばされてもう再構築されたっていうようなエピソードがあるんですよね。で その再構築されたやつも同じ,人間で同じその元あった人間と言えるのかっていうところとかもねなんかテス数の上と似たところあるなっていうふうに感じるんですよね。というのもさらに、まあ、まださ,さらに先の SF の話になるんですけど「どこでもドア」って実装されたらどういうふうに僕たち転送されると思いますかなんかワームホールみたいなのがあってなんか瞬間移動できるっていうふうに思うかもしれないですけどこの瞬間移動っていうのがさっき僕がお話しした 3D プリンターの技術と非常に似通っている可能性が高いんですよね。そのなんかど,こでもどこでもドアの A 地点ととがあるとして 僕,がというか僕たちがその A 地点からあの A 地点のどこでもドアに入ったら僕たちの体一回バラバラにされるんですよね。でバラバラにされて B 地点のところで再構築されるっていうのがどこでもドアの。 その科学技術というか瞬間移動を可能にするメカニズムなんじゃないのかっていう,ふうに言われてるんですよね、まあ、もし仮に実装されるとしたらそういうようなテクノロジーによって僕たちは瞬間移動が可能になるんじゃないのかっていう,ふうに言われるんですけどその1回分解されてもう1回再構築された僕たちって本当に僕たち自身って言えるのでしょうかって話なんですよね。ででなんかね結構昔の映画で その、その人間が分解された時に一緒に肺が混じって肺人間になっちゃったみたいな映画ありますよね。有名なやつ。なんだっけあれフライだっけちょっと忘れちゃったし僕見てないですけど、そういう、そういう映画もある、あるんですよね。って考えたら、なんか分解して再構築するってめっちゃ怖くないですかただ、僕たちの体は常日頃からぶ、あの、ちょっとずつ入れ替わってるっていうことだったりとか、パラドックスとしてテセルスの船みたいなのがあるっていうのが、なんかね、いやー、 いろいろ考えさせられるというか世の中って面白いことたくさんあるなっていうふうにというか面白いこと考える人たくさんいるなっていうふうにねパラドックスを勉強してたらね,ね思うんですよ。<laughs> ということでいろいろ長々とお話ししましたけどこの「テセウスの船」っていうもうだいぶ本題からそれちゃったんですけどそのちょっとずつ元あったやつを修復してあの新しい素材に入れ替えていって元々あったやつが全然なくなった場合僕たちはそれをあの元々あったやつと言えるのでしょうかっていう。 あの話なんですけどあの、まあ、結局その物事っていうのは人間の思い込み次第であって例えばもともとあったパーツがなくても魂は受け継がれるというかもともとあったその機能性とか役割とかっていうのは変わらないからこれをその現行のテセスの船と呼んでいいんじゃないのかなっていうふうにであの僕たちの人体っていうのもあの役目を果たした細胞っていうのはどんどんあの入れ替わっていくけど。 そのおかかげででで僕たちは今こうやってて活動できてるわけじゃないですかだからもともとの半年前の自分とは全く違う細胞で構築された自分自身も自分自身と呼んでいいんじゃないのかなっていうふうに僕は思ってるんですよねじゃないと僕たちは誰っていうふうになるじゃないですか半年前の自分たちが新しい入大之助ですかっていうような話になるじゃないですか <laughs> まああのだから、まあ、人の価値観というのはそれぞれだけどいろいろ <laughs> なんか。 自分の思考の世界に飛び込むのって楽しいなっていう風に思う次第なんですよねだから皆さんはこのテセグスの船についてあのどう思いますかということ皆さんの意見コメント欄で教えてくれたら嬉しいですということで今回は以上